と美味しい健康へ、シェフパートナーズキョンハ塾、ジョン・キョンハです。よろしくお願いします。ではゆで豚を作りましょう。韓国ではゆで豚はとても一般的な、人気の、料理です。でゆで豚は、部位は、お好みもありますけれども、バラ肉だったり、それからロースもゆで豚にします。私が一番好きなのは皮付きの、豚肉で、例えば、このくらいの個層になっている、3層になっているのはサムギョプサル。よくサムギョプサルの焼肉で皆さん知ってると思いますけれども、皮付きですとこの層がもっと増えるので、オーギョプサルとか5層になっている、そんなような豚肉を使っていただくのもまた、美味しいゆで豚になります。ゆで豚は、チェユと言いまして、テジゴギというと豚肉なんです。でもチェユというとゆで豚なんですね。なのでその辺がちょっと難しいんですが、一般的にはチェユというとゆで豚のことを指します。ではゆで豚作ります。今日はこのような、これ600グラムぐらいなんですが、その時によって同じ600グラムでも、幅が狭くて分厚かったりいろいろだと思うんですが、今日は、このような豚肉になりました。こちらにまず、ゆでる前にいろんなやり方がありますが、そのおいしい一つの、やり方をご紹介しますね。この豚肉を、フォークで穴を開けます。このフォークで刺すことによって、火も通りやすくなりますし、下味も染みてとても具合がいいんですね。こんな感じでしっかりと、表面だけじゃないですよ、ぐさぐさ刺してください。こんな感じです。でまんべんなくですね、刺してくださいね。今日ちょっとね、厚みが薄いですけれども、普段私は2本3本と、5本ぐらいやることもありますが、今日レシピは2本となっていますが、今これ1本だけ焼き付けるところをお見せしましょう。さあフォークで穴が開きました。そうしましたら塩と胡椒をまぶしますね。火をつけましょうか。はい、フォークで穴を開けて塩胡椒をまぶしましたら、これを少しこう叩かないと、ただ振っただけではすぐ全部落ちてしまいますので、このようにしてください。さあ今、フライパンに、が温まってきましたので、ごま油を少し引きましょう。ごま油はチャムギルムと言いますね。チャムギルム、今日たまたま油がすごくここ少ないんですけれども、油がもっとこう分厚くついている肉もあると思います。油の方から焼きます。ではずいぶん今日ね長いので、フライパンが少し狭いかもしれませんけれども、ご家庭ではねこのぐらいの大きさのフライパンだと思いますので、こんな風に、少し曲がっても全然構いません。大事なことはこれを焼き付ける前にお湯を沸かしておいてください。必ずしっかりお湯を沸かしましょう。さあそしたらこんな感じになりましたね。そしたら裏返しましょう。最近スーパーでもね、結構塊の豚肉売ってますので、ぜひ塊で買ってください。これは弱い火で焼いたら意味がないんですね。もう表面をこう旨味を閉じ込めますので、こんな感じで焼けました。そしたら今度はこちら側も断面も、今日たまたまこういう薄っぺらいので断面がちょっと焼きにくいんですけれども、そういう場合はこうやってヘリにつけて、こちらの断面もこう焼きましたね。そしたら今度はもう一面、こちらも焼きつけましょう。こんな感じで焼きましょう。そのまま皮付きの場合はそのまま焼きつけずに茹でることもありますけれども、一番手軽に美味しくできる方法がこれなので、いつもこんな感じでご紹介してます。さあ抜群のいい状態になりましたね。そしたらこれをお湯に入れましょう。熱湯ですよ。ここでスープを取るわけじゃないので必ず熱湯です。熱湯に入れてください。これを同じことを繰り返して、もう一本も焼き付けて、このぐらいの鍋でしたら2本入りますので、2本一度に、茹でてください。あまり弱い火でも良くないんですね。少し、茹で汁が踊るぐらいな火加減にしてください。で今これ分かりにくいんですけれども、油の部分が上になってます。肉の部分を上にしないでください。できれば油の部分を上にしていただいて、これで、
浮いてきて、あまりにもこう肉が表面に水面よりも出てしまうようでしたら、クッキングシートを切って上に乗せてください。鍋の蓋はせずにこのまま、だいたい15分とか18分とか、もう何とも言えないですね。この厚みとか肉の質、あと油の噛み具合が一番、変わってきますね。油が分厚いと、茹でるのに少し時間がかかります。今18分ぐらい経ちましたけど、様子見ましょうね。はい、クッキングシートをかぶしておきました。取りましょう。さあ、豚肉に竹串を刺してみましょうね。できればこう分厚いところですね。こう分厚いところにこう竹串を刺します。さあどうですか。全然血のようなこう赤い汁は出ませんね。こういう状態になりましたら、火を止めます。こういう状態ですね。美味しそうですね。はい、では、火を一旦止めます。そして、ここで茹で汁ごと冷ましてください。ジューシーに仕上がります。いい状態になりました。ジューシーに茹で汁も含まれていますので、これで一回取り出します。完全に冷めるまで入れとくかどうかは状態を見てからにしてください。もしかすると完全に冷めるまで置いとくと茹ですぎるかもしれません。火が余熱が入りすぎるかもしれませんし、それはもうこの何度かやりながら、見極めてください。今ちょうどいい状態なのでこのように出しますよ。そしたらですね、ここでこれをさらに冷ますんですが、ペーパータオルですね、ペーパータオルを乗せまして、この茹で汁をさらに上からかけておきましょう。こうすることによって豚がパサパサにならずに済みますので、こういう状態で完全に冷ましてください。ではゆで豚を食べる時の2種類のヤンニョンを作ります。今日は醤油ベースのヤンニョンカンジャンっていう、カンジャンっていうのは醤油なんですけども、ヤンニョンカンジャン一つ、それからもう一つは実はこちらの方が韓国では、一般的なんですけれども、アミの塩辛、セウジョっていうんですけども、アミの塩辛を使った、タレ、この2つを作ります。ではこちらご覧ください。カンジャン、醤油ベースなのでお醤油が入ります。カンジャン、そしてマヌルですね、すりおろしたニンニクです、おろしニンニクです。それからゲソウグムっていうんです。これはゲとも言うんですけども、ごまのことですね。これは買ってきたごまをそのままではなくて、フライパンでいって、塩をほんの少々加えて、すり鉢でちょっとすりました。ですから香りもいいし消化もいいですね。ゲソウグム、それから、コチュッカール、これは唐辛子ですね、粉挽きの唐辛子ですね。そしてネギですね、みじんネギです。薬味醤油ということで、ゆで豚の漬けだれとして、使います。それからもう一つ、こちらは、アミの塩辛のヤンニョンです。ちょっとご覧ください。このアミの塩辛、これはですね、小さいエビですね、これを、塩漬けにしたもので、いわゆる発酵調味料ですね。私はいつもこの、アミの塩辛に青唐辛子ですね、プッコチュ、刻んだものですね、これを入れて、お水、これは、少し緩くするためにお水を加えます。そしてネギですね、みじんネギですね。何でも韓国の人たちがこう赤くしたヤンニョンを使うと思ったら、実は違うんですね。この、豚肉のうまみを味わうためには、このアミの塩辛で作ったこのヤンニョンで食べるのがまたすごく美味しいんですね。なのでこういうふうにわざわざ合わせなくっても、アミの塩辛を切ったゆで豚にちょんと乗せて食べる人もいるくらいなんですね。今日はヤンニョンカンジャン、そして、セウジョヤンニョン、この2つを、ご紹介しました。切り方です。皆さんどう切りますか。これをこう切りたくなりますよね。普通はダメです。いいですか。豚のバラですから、ベーコンだと思ってください。ベーコンこんな感じになってますね。なのでこういうふうにこう切ってください。こう切るつもりで切るんです。例えばこれを4等分なら4等分、5等分なら5等分するわけですけれども、さあでは少し大きめに、いいですか、こういう状態、これをこう切るんですね。はい、では切っていきましょう。おお、いいですね。美味しそうですね。皆さんは油を嫌う方が多いんですけども、実はこの油、おお、美味しそう。この油のところもとても美味しいので、ぜひ油も嫌わずに、使ってください。
豚肉の美味しさをシンプルに閉じ込めたゆで豚です。2種類のヤンニョムと一緒に美味しく召し上がってください。ナムルを作りましょう。今日はコンチリョン先生にアシスタントをしてもらいます。一緒に作りましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。私の娘です。彼女は一緒に京マスタジオのスタッフとして仕事をしていますが、ナムルを今日5種類も作りますので、一緒に2人でいつものようにデモンストレーション、進めていきたいと思います。今ここに小大豆もやしあります。もともと大豆もやしはもっとこう太くて大きいんですけれども、なかなか普段手に入らないので、スーパーでも売られているような小大豆もやしを使います。塩を、大体一つまみぐらい、そして必ず水からですね。これはかぶらなくていいです。かぶる必要ないです。ひたひたぐらいで十分に火が入りますので、これで必ず蓋をして火にかけます。水からです。これはもう私も母に、小さい頃から絶対蓋開けちゃダメよとかね、水からよって言われてたんですけども、あなたもしつこくね、はい、私に言われたんで、これはもう鉄則です。では、根元の方から入れますよ。たっぷりのお湯に根元から入れて少し持っててくださいね。そして、根元の方が少し火が入ったなという状態で残りを入れてください。日本のおひたしがどの程度なのかちょっと私もよくわからないんですが、ナムルの場合はちゃんと中まで火が通るように、茹でてほしいんですね。いいと思います。これを、ザルにあげますね。さあそしたらここが肝心です。はい、こんな風にしながら、わかりますか、こういう風に根元の方を持ちながら、こんな感じ。先生もやしが、あ、いいですか、弱火にしてくださいね。弱火にしてください。もうここで、ズバッと切ってしまいます。でこれも食べます。これもナムルじゃなくて、例えばお味噌汁に入れたり炒め物に入れたりして、もちろんそのまま、ムッチして食べたりもしますけれども、こんな感じで食べやすく切ってください。でここがポイント。いつもね、あのもう少しもう少しなんて言いながらやるんですけれども、取りましたら、水気を絞ります。こっちでやりましょうね。日本の方の思っている以上に何倍もかなり絞ります。だからといってねじってはいけません。ねじると、青臭くなりますので、ねじらずに絞ります。こういう感じで一回絞りましたね。でもまだまだ絞るんです。いいですか、最初に絞った方が量も多かったので、どうですか、まだ出ますでしょ。わざとこういう平たいのでお見せしてますけど、結構な量出るんですね。こんな感じで絞ったらほぐすことが大事です。さあでは、こっちがどうですかね。もういい感じ。もういい感じですね。じゃあ開けてみましょう。お、いいですね。豆がもうこういう状態で、豆にしっかり火が入ってますね。でよく先生何分ですかって聞かれるんですけど、何分じゃないんです、状態なんです。だから状態を見て心配だったら食べてみるのが一番いいですね。豆が、火が通ってるかどうかを食べてみてください。十分よくできてます。ではザルに開けてしまってはもったいないので、この黄色い美味しいもやしの香りの出たスープも、二日酔いの朝にも、そうなんです、韓国ではね、はい、これはヘジャンクって言いまして、二日酔いの酔い覚ましスープと言われてるんですね。さあではもやしが茹でたてです。ポイントです、熱いうちにです。もやしのこの繊維というのは中まで入らないんですね。なのでここで、味付けます。ごま油、チャンギール、それから私は、化学調味料を使わないので、旨味でニンニクを普段使います。これがちょっと臭くて嫌だなと思う方は使わなくても大丈夫ですけれども、そして味付けは塩です。塩なんで、茹でる時にどのくらい塩を入れたかにもよるんですけれども、だいたい皆さんが何か食べるときに塩コショウしますよね、味付けますよね。その要領でいいんです。その要領で、味付けをしてください。これでもやしのナムル、コーンナムルと言いますね。
コンナムルが出来上がりました。さあ、では2品目のこのほうれん草、先ほど茹でました、チャムギルン、ごま油、そしてマヌル、おろしニンニク、皆さんついちょっとニンニク多めに入れすぎる方が、そうなのよね、すごく多いので、たくさん入れたらいいと皆さん思っちゃうんですよね、はい、そんなことないんです。なくてもいいくらいなんですけれども、うまみ出しで使ってますね。ここポイントです。いいですか。今ごま油、塩、それからニンニクが少しごまが入りましたね。音聞いてください。ごま油は足りないと思ったら足してください。塩がちょっと足りないかな。この時に絞り足りないと水気がここでたくさん出てくるので、うん、ここでちゃんと絞ってるか絞ってないかがはっきり分かります。まじゃよ。そうです。はい、こんな感じになります。これでほうれん草ナムル、ゼンマイは一旦ゆでこぼしてあります。今日ね、太くていいゼンマイですよね、いわゆる水煮ゼンマイですね。水煮ゼンマイを一回ゆでこぼします。なぜゆでこぼすかというと、そのまま使ってもいいんですけれども、ちょっとこの水に浸ってるその匂いがするんですよね。なので、洗うだけではなくてちょっとゆでこぼしていただくといいですね。さっとでいいですよ。さあ、そしたら、ごま油が全体に絡んだので合わせ調味料ですね。これは醤油にコチュジャンなども入ってますけれども、合わせ調味料を入れ絡めたら、煮含めるための水を加えましょう。かぶらなくていいです。もう少し煮含めるための、この調味料煮含めるための、水分と思ってください。沸くまでは、中火ぐらいでいいんですけれども、沸いてきたら火を弱めて煮含めます。これをずっと強火で煮含めると、もうゼンマイが痩せてしまいますので、しかもしょっぱくなっちゃうんですね。なので、ゆっくりと煮含めてください。なんかこんなちょっとじゃ変な感じだねもう味見で終わっちゃうね。さあ、人参ナムルを作りますが、ここにも塩を入れましょうね。そう、ぐん入れますね、はい、こんな感じですね。こう人参細切りができました、細すぎず太すぎずですね、はい、でこれを熱湯に入れます。これ絶対沸いてるところに入れてくださいね、しっかり沸いたところに入れてください。塩も入ってます。人参は生でも食べられる野菜ですけれども、ナムルにするには火が入ってないと美味しくないんですね。なので、ちゃんと茹でてください。アルデンテとかダメですね、ちゃんと茹でてください。わからなければ食べてみる、もうちょっとですね。ほうれん草はさっき茹でて水に取りましたね。人参は取りません。はい、では火を止めました。これをこんな感じで、いい状態に茹で上がりました。味付けます。チャムギルン、ゲソーグン、ごま油とごまと、それから、塩ですね。塩はフリ塩でも何でも構いません、いわゆる味をつけるわけですね。塩味、そしてニンニク、日本のニンニクは韓国のニンニクよりちょっと辛いので、生でたくさん入れちゃうと食べにくいかもしれないので、入れないで作ってももちろん OK です。ではこれで3種類仕上がりました。さあ、次にちょっと変わったナムルなんです。大根のナムル、皆さん見たことありますか。焼肉屋さんではだいたい盛り合わせだとほうれん草、ゼンマイ、もやし、あとこの大根のナマスのような、大根千切りにしてちょっと人参も入ったようなナマスのようなものが盛られていると思うんです。この今から作るこの大根のナムルは足が早いんですね。しかも味付けがとても難しいので、手間もすごくかかります。ですから、韓国人なら誰でも知ってるナムルなのに焼肉屋さんではなぜか出ないという、とても不思議な、変わった美味しいナムルです。さあ、切り方はこのぐらい、マッチ棒の倍ぐらい、標識切りというほどでもないんですけれども、こういうふうに切りました。ごま油入りました。そしたらここでそれタイム中性よ、ね、入れますよ。大根が入りました。分量はちょっと多いのでこのぐらいにしておきましょう。今レシピ 200g ぐらいになってますけれども、これ200よりちょっとありますかね、はい、塩が入ります。塩手でやるんですね。これを私は子供の頃、大きなアルミの鍋で母がすごい大根2本分ぐらいをやるのを見て、
なんでおんま熱くないのって言ってたんですけど、自分が大人になったらやれちゃうのが不思議ですよね。昔はこのナムルはもっと大根を長く切ったりもしましたし、大量に作るので、箸でやってたんでは追いつかないし、あの大根が折れてしまうんですね。なので大根をこう優しく、しかも手で揉みながら炒めながらやることによって全体に塩が行き渡るという、そういう、考え方ですね。さあ塩を入れてごま油で和えました。そしたら水加えますよ。これも煮含めるナムルなんで、煮含められる分ぐらいの水を加えます。今、水を加えたので温度が全部下がりましたから、今ちょっと火を強めましたよ。そしてここでニンニクも入りますので、ここで入れてしまいましょうか。不思議なナムルなんです。これは何味って言いにくいんですけれども、砂糖も入るんですね。大根そのものの甘さにもよるんですけれども、ソルタン、お砂糖が入ります。ゼンマイが、あ、いい感じですか。はい、じゃあバットに取りましょうか。はい、はい、もう味がしっかりと中に入っているのでこれで OK です。煮汁がなくなるまでなんてしなくて大丈夫です。じゃあ蓋しましょうね。さあではゼンマイナムルができました。ゼンマイのこの煮汁も栄養がたっぷり入ってますし、もちろん美味しい、煮汁ですので、この汁とご飯にかけて混ぜて食べても美味しいです、ね。韓国の人たちはスプーンで、スッカラっていうスプーンでご飯食べますので、そのスプーンでこう自由に取って、混ぜて食べたりしますね。さあ今大根の方が、沸いてきましたね。縁からこうね沸騰してきましたので、そしたら火を弱めます。そしてしんなりして煮えるまでちゃんと煮てください。大量の時はちょっと手前で火を止めるんですけども、このぐらいの量でしたらちゃんと煮えるまで置いといてください。で煮えたなと思ったら味を見て、あ、甘さが足りないなと思ったらお砂糖、塩気が足りなくてぼーっとしてるなと思ったら塩を足して、仕上げます。なのでよく教室のね生徒さんに、先生何味なんですかって言われるんですけど何味とも言えないんですね。塩も入っていて、大根の味を引き出すぐらいにしちょっと甘いと。日本の甘い煮物ほどは甘くありませんので、分量はレシピを参考にして、作ってください。もう少し煮ましょう。大根状態見ましょうね。どうですか。あ、いいですね。しっかりと中まで味が染みた、感じですね。美味しそうです。ではこれも汁ごと、はい、ムーナムリとも言いますけど、大根のことをムと言いますのでムーナムルなんですけれども、別名チェナムルとも言われます。こういう感じですね。はい、では、ナムル盛り付けましょう。出来たての大根ナムルですね。これがね汁ごと本当に美味しいんですよね。お正月に向けて我が家ではすごい量作るんですけれども、切るだけで嫌になっちゃいますけどね。でも今年大根がかり嫌なんですけど、いや今年はちょっとあなた無理だわね、はい、そして必ずこの煮汁も一緒に。この煮汁がまた美味しくって、韓国人はこれをビビンパにするときにナムルのこういう煮汁を必ずすっからでご飯のところに入れたりするんですね。ケソブ、はい、たっぷりの野菜を美味しく食べて健康になってください。ナムルできました。では作った5種類のナムルを使ってビビンパを作ってみましょう。ビビンパっていうのは焼肉屋さんでビビンバっていうふうに書いてあると思いますが、あれはもう本当にひどい発音で、ビビンっていうのが混ぜる、ビビンパがご飯です。でビビンバもしくはビビンパとなる、それをこう日本の人が聞いてビビンバビビンバビビンバっていうふうになったようなんですが、最後のご飯をパッで口を結ばなきゃいけないのにビビンバというのはもうとってもだらしのない、発音になってますので、できれば、ビビンバっていうふうに最後パッと口を結んでいただくと、いいかなと思います。ナムルは今日5種類も作ったので、彩りも十分なんですけれども、私たち韓国人は家でビビンパするときには、そぼろを乗せたり、それから焼肉を乗せる人もいるかもしれませんし、干しだらを裂いて和えたそういうものを乗せたりとか、本当に好きなものをいろいろ乗せて、ビビンしてですね、ビビンして食べます。そしてビビンパはあまりにも
ポピュラーな食べ物だけに由来もいろいろあるんですけれども、ただ盛り付けるだけでも人それぞれいろんなことをします。で、我が家では昔からご飯をこうよそいますね。ご飯の量もこれでも多いくらいなんですよ。これでも多いくらい、もう教室でも皆さんたくさんよそいたがるんですけど、いや違います、減らしましょうっていうふうに言うんです。あとでナムルが乗って混ぜなければいけないので、これでも多いぐらいなんです。このぐらいご飯を、皆さんの感覚では少なめによそっていただいて、我が家ではこうやって真ん中に穴を開けます。そしてそこにごま油をやります。そうするとこの真ん中から入ったごま油が器の下の方も全体にこう行き渡って、後で、いろんなナムルたちを混ぜるときに混ぜやすくなるんですね。そしたら、盛り付けていきますね。もうたっぷり我が家では盛るので、大きな丼にそれぞれ作っておいたナムルを、好きに自分で取って盛り合わせたりするんですが、こんな風にしてビビンパンにする時のゼンマイナムルは一回ゆでこぼした段階で切ってくださいね。少しこうやって切ってありますよ。切ると、混ぜやすいですね。地方によっては大豆もやしが普通に売られてる、関西のとか行くと売られてるようなので、古大豆じゃなくて大豆もやしでもいいですね。それからシグムチナムル、プジーマゲタムセヨ、プジーマゲというのたっぷりと、盛り付けてください。こんな風に盛りました。そうしましたら今日はそぼろと、いり卵を用意しました。たっぷり乗せていただくと、さらに味が良くなりますね。生卵を乗せる人もいますし、目玉焼きをビビンパの上に乗せたりもしますし、あとは、チョンジュというところがビビンパの、一番有名な、ところなんですけども、全国の全に州というチョンジュというチョンジュビビンパっていうのが有名なんですが、チョンジュビビンパのところに行きますとナムルの種類ももっと多いですし、あとは、ナツメなども入っていたり、クルミを入れることもありますし、ムッと言いましてどんぐりとかそばとかそういうもののでんぷんを煮固めた食品でムッというんですけれども、そのムッを切ったものがこのビビンパの中に入ってたりもするんですね。もういろんな、秋だったら栗が入ったりとか銀杏が入ったりとか、もう本当にいろいろと組み合わせて各家のビビンパが作られます。さあ、盛り付けが、こんな風にできましたので、これでビビンパの出来上がりになります。食べる時には必ず、ごま油と、それから、コチュジャンですね、これを、添えてあげてください。で、唐辛子味噌のことなので、コチュジャンというのはその唐辛子味噌が家によってみんな自分の家で作ってましたので、全部こう硬さとかこなれ具合が違うんですね。なのでビビンパンにする時には混ぜやすいようにこのコチュジャンにごま油とお醤油をちょっと混ぜたり、あるいはニンニクの好きな人はニンニクもちょっとおろしに混ぜたりして、ちょっとこう緩めの、ビビンパ用コチュジャンっていうのを作っておくうちもあります。我が家はみんな勝手にやるので、もう全然わざわざ作らないんですけれども、そういうふうにこう混ぜやすいような、コチュジャンを作ることもあります。5種類のナムルを乗せた、ビビンパ出来上がりです。それではアワビガユを作りましょう。おかゆは韓国でも、魚介を使ったもの、肉を使ったもの、シンプルなもの、本当にたくさん種類があります。で、今日はそのおかゆの中でも一番、上等な、チョンボクチュクと言います。アワビガユですね。チョンボク、おかゆはチュクと言います。チョンボクチュクを今から作ります。私は子供の頃から我が家はみんなアワビが好きで、韓国の人たちはアワビがとにかく体にいいということを昔から分かっていたので、もちろん高級品でもあるんですが、病み上がり、それから産後、本当に体が弱っている時にはもうこのアワビを、生で食べるよりもおかゆにするという方が、じんわり体に染み込んでいいよというふうに言われていました。
もちろん生も大好きですけれども、お粥にするからどんなアワビでもいいというわけではありません。新鮮な生きたアワビをお粥にする、上等なアワビがいいです、アワビが今日は少し小さいんですけども、これ200グラムぐらいでしょうか、あまり小さかったら2個使っていただくとか、大きいのがあればなおいいと思います。アワビは軽くこう洗いました、全体的にこう流水できれいに洗ってください、生きているのでね、もうこう洗ってたりするとこう縮んでくるんですけれども、洗い方はいろいろありますけれども、塩をちょっと振って、洗っていただくといいと思います。さあ、ではこれを殻、から取りますね。ナイフを使ったり、それから貝を取るなんかそういう道具もあったりしますし、韓国ではスッカラって取ったりもしますけど、今日私ナイフを使って取ります。このように丸くなっていて、少しそれほど丸くないというこちら側から包丁を、入れたら、いいと思います、このようにしてできるだけこの殻にたくさん身がつかないようなつもりでこうやって包丁を入れます、子供の頃から多分300個以上やったと思いますけれども、このようにして取りました。さあ、こういう状態で取れましたね。少し身がつきましたけれども、これで殻とアワビがこう取れましたね。でこの辺についたものももったいないので、もちろん後でこうやって身のところを取ってお粥に入れましょう。殻は殻でお刺身の時とかいろいろ使えますので、殻は殻で取っておくといいかもしれません。さあこういう状態になりましたら、今度はこの内臓のところと、身のところを分けますね。この辺が口なんですけれども、ここをまずこう取りましょう。こんな感じですね。でこの紐のところ、また取りましょう。そしてこの内臓ですね。この内臓は裏ごしますね。内臓もそのアワビによって全然種類によっても全然違うんですけども、色もいろいろ違いますね、これは後ほど、裏ごします。さあ身の方ですけども、こういう状態になったらもうここはざっくりと取ってしまって、もう一度洗いますね。ここを取ります。はい、こう取りまして、もう一度洗いますね。さあ、お粥なので、こちらにはお米1カップ160グラムぐらいですね、洗って浸水して30分ぐらい水浸水させたものを水切っておきましたよ。ではこちらの紐ももったいないので、これももちろん使えます、こういうところも味が出ますので、あと歯ごたえもあっていいですよね。使いましょう、そうですね、この辺は1回取りましょうか。でこちらも少し食べやすく切りましょう。お粥にするのであまり大きくない方がいいですね。半分に切ります。そしてこれをどちらから切ってもいいです。こうやって削いでもいいんですけれども、なかなか手が滑ったりするので、私はお粥の時にはこういうふうにして向こう側にこうやって切ってしまいます。こんな感じですね。こういうふうにですね、こういう感じです。こうやって切ります。そしてアワビがすごく大きくて硬いなと思った時には、ここにこの辺にちょん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 と、このこちら側にちょん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 と、この包丁のこの角を使って、ちょっとしたことなんですけれども、こういうふうにしていただくと火が通った後でも、アワビがすごく柔らかいので、こんなことをしていただくとそれもいいかなと思いますね。さあこういうふうにしてアワビを切っていきます。こんな感じですね。手前にね、そぐこともあるんですけど、結構指が滑って危なかったりするので、向こう側にそいでいってください。最後はもちろんこういうふうにしてそぎまして、この硬そうなところは、少し切れるまでそいだら、先ほどのようにちょん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 。さあこんな要領で残りも全部、切ってください。さあでは、内臓です。内臓はこのままだと裏ごせませんので、少しこうちょっとこう包丁を入れていただいて、こんな感じですね。包丁をこう入れてもらうといいと思います。そして、裏ごしでもいいんですけれども、このようにもう指で力を入れてザルでこしてください。こういう感じですね。
指で力を入れてザルでこします。なかなかね、内臓が大きくてたくさん取れる時もあればそうでもない時もあって、今日は内臓もそんなに色も濃くないですし、ちょっと取りにくいかもしれないんですけれども、肝が入ると一層栄養価が高まると言われているので、同じチョンボクチュクというおかゆでも、チョンボクネジャンチュクといって内臓がゆ、肝がゆという言い方が、ありますね。さあ、なかなかちょっと力がいりますけれども、こんな感じで内臓がこうね、少し裏ごしができてきました。家庭でしたら実際最後まで落ちないものも全部入れて、おかゆにしていただいて結構です。さあ、こんな感じで内臓が裏ごせましたので、このおかゆに絡めますね。本当にこっくりした美味しいおかゆになりますので、おすすめですね。なんとなくこうおかゆというと病人食みたいに思えますけれども、韓国ではごちそうがゆですね。こちらはごちそうがゆになります。サムゲタンも一種の鶏がゆの一種になりますのでね、いろんな種類がありますね。どうですか、お米にこうやって内臓の味が全部こう染み込みました。これでお米の方は準備 OK ですね。ではアワビがゆを炊いていきましょう。こちらに内臓をまぶしたお米がここにあります。1カップ分ですね。そして切ったアワビです。鍋は今日はこちらを使います。これは韓国のお鍋なんですけれども、皆さんどんなお鍋でも大丈夫です。できれば厚手の土鍋とか厚手の鍋を使ってください。お水も用意しました。では火を、ごま油を引いて火をつけます。本当に単純なんですけど、とっても美味しいので、これはもったいないとか思わずにぜひ一度作ってみてください。病弱じゃない方でも、ぜひ元気を出したいなと思ったら、挑戦していただきたい、お粥ですね。油が温まってちょっとこう鍋も温まってきたので、お米を入れますね。韓国のお粥の作り方はいろんな作り方があるんですけれども、一つ特徴的なのは、結構お米を先にごま油で炒めることが多いんですね。でそれをするとなぜか深い味になるので、普通の白粥ゆでもいいので、皆さんぜひ一回お米をごま油で炒めて、炊いてみてください。すごくおいしいです。さあ、こういうふうに最初はサラサラしてるんですね。ところが焦げないようにこう炒めていきますと、少しずつ米がもったりしてくるんです。それを手で感じることができますので、少し炒めてくださいね。内臓がすごく緑色だったり真っ黒だったり、アワビの内臓いろいろなんですけれども、鮮度には関係ありませんし、聞くところによるとそのアワビの種類でも違うというので、あまり気にしないでください。さあ、絡まってきましたか。まだまだこうサラサラしているので、もう少し、もったりしてくるまで炒めましょう。お米1カップに対してお粥なので最低でも 5,6 倍のお水は必要になります。中国粥の場合は15倍とか20倍とか、もっとたくさんお水を入れて、サラサラのお粥にすることもあるそうですけれども、韓国のお粥はだいたい多くても8倍ぐらいな感じで普通のお粥は炊きますね。お粥の中でもお粥はチュクと言うんですけども、ミウンとも言うしウンイとも言いますし、なんて言うんですかね、日本で言うとこうおもゆみたいなものとか、いろんな種類があることも、あるんですね。さあ、少しもったりしてきましたね。火加減ですけれども、普段使ってない土鍋でしたらいきなり強火にするとひびが入ってしまったりするので、普段使ってるお鍋でしたら強火でも大丈夫なんですけれども、だいたい中火で、こうやって絡めていきます。しっかりもったりしてきましたね。わかりますかね、この今にもちょっとひっつきそうなこのもったり具合ですね。さあ、こうなりましたらアワビを入れますね。アワビを入れます。チョンボのうしぐよ、くれそよぎそ물부세요、水を入れてください。さあ、鍋底を一度必ず焦げつかないように回してください。で分量目安は出てますけれども、今日のこのお鍋でしたら、このぐらいでしょうかね。はい、これであとは蓋をして炊くだけです。今これだけの水が入ったので、すぐに弱火にしてしまうと、なんかこう
だらーっとしたおかゆになっちゃうんですね。なので、沸いてくるまでは中火のままで結構です。はい、今10分ぐらい経ちました。様子を見ましょう。全体が温まってきたと思いますよ。あ、いいですね、全体がもう温まってきました。アクも浮いてきましたので、アクが出たらアクは1回この時点で取り除いてください。であんまり神経質に取る必要はないので、この茶色いのはごま油の色でもあるので、本当にこう気になるところだけを取っていただいて、その後火を弱めて炊いていきますね。さあ、では、アクを取ったので蓋をして火を弱めます。火を弱めて、あとは約30分ぐらいですね、まあ、25分ぐらいタイマーをかけて様子を見てください。で、途中で吹きこぼれちゃう時がたまにあるんですけども、あまり慌てずに蓋を取って、一回ボコボコになってしまったら鍋底を一度こう撫でていただいて、そしてまた蓋をして吹きこぼれないぐらいの火加減にしてあげてください。最終的に一番弱くしたりしますので、今一番弱いよりは少し、上なんですけども、このぐらいで、残りは美味しくなれと思って炊いてください。今20分ぐらい経ちました。ちょっと様子を見ましょうね。はい、あ、美味しそうになってきましたね。鍋底を一度、なぞりましょうか。一度鍋底から混ぜて、もう少しですね、この、汁とこの米がもう少しこう一体になる感じにしたいですね。ではこれで蓋をして、あと10分ぐらいに最終的に仕上げていきます。はい、アワビがゆが出来上がりました。とてもいい状態です。はい、もうお米とこの汁が一体になっていて、すごく上手に炊けました。どうですか。こういう感じで全体下も焦げついてませんし、アワビも柔らかくなってますね。これで、チョンボクチュンの仕上がりです。よそわれたおかゆがこれだけだと美味しくないんですね。やはりこのアワビの旨味と一体になってるこの状態がいいので、一番抜群の出来になりました。マシケッタ、このアワビがゆは味はここではつけません。盛り付けて、食べる方が一口そのまままず味わい、そして深い味ということでアワビを味わっていただいてから、塩もしくはお醤油を加えて、召し上がっていただきます。美味しくて滋養豊かなほっくりした味わいのアワビがゆ、ぜひ作ってみてください。このようにして硬いところに包丁を入れ、そしてこれを両手でこのようにこうやって裂きます。塩漬けがしんなり均等にいくためにこちら側に包丁をちょっと入れます。ここに1本入ってるだけで塩の周りが全然違いますので、こうやってやってください。これをもう1株分、レシピの2株分を、四つ割りにして少し置いときます。それからお天気が良ければ天日に少し干してください。そうすると甘みも増しますし、葉と葉の間に塩が、降りやすくなります。私のおすすめのやり方は 5% で1枚1枚に塩を振ります。ご覧ください。こういうふうにして1枚1枚剥がしながら塩を振っていきます。できれば根元のところを中心に、葉っぱの方はほとんど振ってません。葉っぱの方はほとんど振ってません。この根元の方を中心に振って、今1枚ずつ振ったのでこういう状態になりました。そしたら最後、私はいつもこの一番硬そうなところにおまじないをして、はい、4分の1に割った白菜それぞれ全部塩振りが終わりました。そして塩漬けをするときにですね、
茎と葉っぱを交互にしてください。全部それぞれ交互に、まあ、全てが交互にできるわけじゃないんですけれども、できるだけこのように交互にしてくださいね。そしてこうやって残ってしまったもの、残りのものも全部振ってしまってください。そして重しをするんですけれども、何か押さえてください。何か押さえて重しをします。はい、白菜が一昼当たってしんなりしました。こんなにお水が出るんですよ。もう溢れるぐらいだった8個の、2株分の白菜がこういう状態になりました。でこれを洗います。1回目の洗いは汚れと余分な塩を洗い流すための洗いです。なのでいいですか、振りながら潜らせて振って引き上げる、潜らせて振って引き上げる、この引き上げる時に汚れとかそういうものが落ちますので、余分な塩とかそういうものを洗い流すつもりでこうやってください。さあ2回目の洗いもこのようにして、2つ3つずつ入れても構いませんし、こうやって洗いますね。いいですか、2回目洗ったら味見てください。1回目で味見る必要はないです。2回目絶対1回では済まないので、1回目は汚れと余分な塩を洗い流す、2回目でもう一度、確認しつつ洗うということで、必ずこうちぎって味を見ます。いい、大丈夫ですか。いいですね、歯ごたえあるし、美味しいねっていうぐらいでは足りないんです。発酵の過程で腐ってしまうんです。なので多分日本の方の感覚だとちょっとしょっぱいかなっていうぐらいですね、全体しんなりしててちょっと塩気が結構あるかなってっていうぐらいです。絞るときにこうねじったりしないでください。なんか雑巾みたいにこんな風に絞ってはいけませんね。上から水分を、とにかく余分な水分を、抜いていくというつもり で下の方に行ったら絞りに細くなって絞りにくい、握りにくいので、ちょっとこうやって折っていただいても結構です。でこの時もまあ憎しみ込めないで美味しくなると思ってね、絞ってください。そうね、そしたらですね、実は絞ったつもりでもまだ水っぽいんです。このまんまぐちぐち水っぽいままヤンニョムすると、キムチが美味しくならないんですね。なのでさらにこれを、きれいな、布巾もしくはタオルで絞ります。素手よりもこうやってタオルに残りを含ませてあげてください。さあ、第一段階の塩漬けまでがこれで、終わりました。唐辛子をコチュで、引いたものをカルというのでコチュカル、粉引き、粗挽きです。韓国でこのキムチに使われるこの唐辛子は特に辛さの少ない唐辛子で、いわゆるカプサイシンという辛味成分の量は日本の唐辛子の5分の1とも言われているくらいなんですね。ですからね、香りがすごく香りがいいんです。いい香りで甘い、甘辛い香りのする、韓国産の唐辛子を使ってください。イカの塩辛プレート状にしたこれ、こんな風に切ってしまいます。すごく細かくする必要はないんですが、あの長いまま、いわゆる塩辛として食べる長いままだとちょっと混ざりにくいですね。今日はハンドミキサー使うのでお粥を入れちゃいます。それから煮干しのだし汁です。これは濃く取った煮干しのだし汁を入れますね。これでキムチの美味しさをプラスするのと一緒に粘度が出るので白菜に馴染みやすくなるんですね。乗りやすくなります。さあ、はい、こんな感じで、お粥と煮干しのだし汁の、ミックスができました。さあそしたらいよいよ混ぜていきますね。ネギとニラは、一番最後に入れますのでちょっと置いときましょう。ボウルを用意して、ここにお粥と煮干しのだし汁ですね。煮干しのだし汁は全部使う必要ないんです。調整ができますので残ったら残しておいてくださいね。だいたいあんまりサラサラにならないぐらいの、これでももうこれ以上だともう緩すぎますのでね、こんな感じの状態に、ちょっとまだ溶けてませんけどイカの塩から入れちゃいましょうね。そうするとちょっと溶けやすくなりますね。イカの塩から入れる順番はどうでも構いません。この2つだけ後になれば、入れる順番は結構です。そしてリンゴです。今日は、1個分リンゴすりおろしました。あとニンニクですね、マーヌル、マーヌルです、ね、それから千眼中、生姜汁ですね。はい、そしたら残りどんどん入れますよ。このお砂糖は、隠し味というか、まあ、予備砂糖のようなもので、少しリンゴだけでは甘みが足りないので、
加えました。それから網の塩辛、これはフードプロセッサーで粉々にしていただいても結構ですが、私はこのまま入れてしまいます。粉引きすごい量と思うけれども、そんな辛くないんですね。見た目ほど全然辛くありません。さあ粉引きが混ざりましたし、粗引きを入れましたよ。さあこんな状態になりましたね、もうちょっと緩くてもいいかもしれませんけども、うん、いいかもしれないね、このくらいでね、はい、普段私もうちょっと辛くするんですけれども、まあ分量通りでこんな感じになりました。ではネギとニラを入れます。さあネギは入れた方が絶対おいしいです。それから今日ニラを入れてますけれども、もうそろそろセリもね、はい、出てきてるので、ニラじゃなくてセリを入れてもいいですね。あと韓国ではよくからし菜入れたりしますね。こんな感じで、ヤンニョンが出来上がります。さあネギとニラを混ぜたら、もういつまでも混ぜないでください。少しこうパリパリしてても大丈夫です。ここまで来たらもうゴールが、はい、そうですね。はい、これでキムチヤンニョンの出来上がりですね。いよいよキムチの漬け込みです。美味しいヤンニョンできましたし、今から塩漬けした白菜にヤンニョンを塗りつけていきます。こうやってヤンニョン持ちます。そしたらまず、はい、もう数秒です。これで片方がヤンニョンできました。裏返します。そしてまたヤンニョン持ちます。で左手で微妙にこうやってこう葉っぱと葉っぱの間をヤンニョンを塗りつつ、入れつつ、挟みつつですね。塗りつつ、挟みつつ。そしたら、塗るときは広げてたけれども、最後はこういうふうにして、元通りのこの白菜の美しいこの形にちゃんと封印してあげて、これをこう折ります。この白菜ちょっと大きいのであれですけれども、空気が入らないようにこう折って、こうして私はなんて愛しいキムチなのなんて思いながらいつもこうやって漬け込んでいくわけですね。こんな感じで漬けます。そしたら周りをきれいにして、内側もきれいにしてラップをします。表面にですこうなりますね。しっかりと空気が入らないように。昔はもちろん亀ごと土の中に埋めて発酵させたわけですけれども、今はそんなことはしないので冷蔵保存なんですが、これをすぐ冷蔵庫には入れてはいけません。私はほとんど冬は、一晩か二晩外に出しっぱなししておきます。そうするとすごく美味しくなります。すぐに冷蔵庫に入れたキムチと一晩置いといたキムチは全く味が変わって発酵が違いますので、いざさあ美味しくなろうって言った時に冷たい冷蔵庫に入れてしまうのがどうやらいけないようなんですね。これで、漬け込みが終了です。手間をかけただけ本当に美味しいキムチ、健康にもすごくいいのでぜひ作ってみてください。今回の基礎知識は韓国料理の特徴についてのお話です。皆さん韓国料理というと、大体の方が辛いとか、焼肉とか、キムチとか、イメージがあると思うんですけれども、実は韓国料理は辛いものだけではありません。朝鮮半島は縦に長い半島ですから、北から南の端っこまでみんな郷土料理がありまして、味がそれぞれ違いますし、どちらかというと辛くないものの方が多いんですね。さて韓国料理の特徴、一言では何て言われているか、複合の味です。複合の味、そしてヤンニョンの味、それから薬食同源、薬食同源の味というふうに言われています。なんか難しいかもしれないですね。どういうことかと言いますと、韓国料理はそのいろんな薬味調味料香辛料を、複合させて味も作り出しますし、その複合させた味が韓国料理の一番の特徴だと言われています。ヤンニョンと一言で言いまして、薬に念じると書きます。もともとは一番大事なヤンニョムは塩でした。ですから、薬に塩と書いてヤギョン
っていうふうに言いまして、人が生きていく上ではもう塩が一番大事なものなので、その塩が一番基本となり、進んでいくわけですけれども、一般的にヤンニョムと言いますと、醤油、味噌、唐辛子、コチュジャン、生姜、ネギ、胡椒、からし、もう本当にいろんな、皆さんが普段使っているような調味料、薬味、香辛料、そういうものを全部ひっくるめてヤンニョムと言います。調味料들을통틀어서양념이라고합니다みんなこう複合させて総じて양념と言いますというのが、辞書にも書いてあるんですけれども、その양념を一つ一つ単独で使うんじゃないんですね。醤油なら醤油味って醤油だけかけるとかそういうんじゃないんです。同じお刺身でもチョコチュジャンと言いまして、コチュジャン、唐辛子味噌にニンニクとかごまとかいろんなものをこうお酢とか溶いて複合させたタレを作って、そのチョコチュジャンをつけて新鮮な魚介をお刺身で食べるんですね。例えばナムルにしても、ただほうれん草を茹でて塩で食べるとか醤油で食べるじゃないんですね。茹でたほうれん草にごま油、にんにく、すりごま、時にはネギも入れたり、そんな風にして塩味で和えたりするわけですね。ですから、小さな野菜料理もそれから鍋物も、いろんなメインになる料理も含めて全部いろんなヤンニョンを、家庭でお母さんたちが工夫して、絶妙にこうブレンドして作り上げる、その複合な味が韓国料理の一番の特徴と言われています。辛いものがどうしてもね多いですね。特に今の韓国、南の地域というのはもともと辛い地域なんですね。北へ行けば行くほどさっぱりしてスープの色も薄くて、塩味も薄いんですね。気候風土にも関わっています。今の韓国というのは夏はもう下手をすると日本より暑いくらいなんですけれども、その暑い地域ではキムチも塩味を増やさなければならない、しょっぱくしないと腐っちゃいますね。それから塩辛類もたっぷり使います。使うことができるんですね。塩気が多いから魚介とかそういうものをたっぷり入れたキムチが作れるわけなんですね。そんな風にキムチ一つ見ても、北の白キムチ、ペッキムチ、南の赤キムチ、南土キムチって言ったらもう辛いキムチなんですね。そういうふうにもう特徴がはっきり言えるほど、韓国料理はいろんなこう幅が広いんですね。ですから、皆さんは焼肉屋さんで韓国料理を知ると思いますけれども、あれはもうほんの一部なんです。私たち韓国のお母さんたちが家で作っている韓国料理というのは、季節感があり、そして野菜がたっぷり、そして発酵食品のキムチがあって、肉も野菜も、魚も、大体こう日本と同じようなものはほとんど食べますね。主食はご飯です。ご飯を主食にスープがあり、キムチがあり、そして、例えばちょっと豪勢な日はプルゴギ、焼肉だったり、焼き魚だったり、いろんなこうメインの料理があり、その他に、常備菜があります。これも一つ大きな特徴ですね。ミッパンチャンっていうんですけれども、常備菜は、作り置きできるもの、なんか最近作り置き流行ってますけれども、朝鮮半島では昔から作り置きのおかずがたくさんあります。例えばジャコを炒めて、煮含めたものとか、野菜の煮物とか、チャガチと言われる醤油漬けとか味噌漬けとか、ありとあらゆるその常備菜が作られます。お豆煮たのなんかもあるんですよ。なんか豆を煮ますっていうと、いや先生日本で生まれたから日本料理のアレンジですかなんて言われるんですけれども、全然そんなことはありません。コンジョリンって言いまして、豆を煮たシンプルな、煮豆もありますし、本当に皆さんがびっくりするような、多種多彩な、メニューがございます。ですからこれからもこのキョンファ塾を通していろいろと、皆さんの知らない、そして健康にいい韓国料理を、発信していけたら、私も楽しいなと思います。